八王子市では美術大学の学生が今年秋に開かれる国体イベントスポーツ祭東京に向け火を灯す炬火台を制作し市に寄贈しました。市役所で行われた贈呈式には石森八王子市長や炬火台を制作した多摩美術大学の大学院生らが参加しました。炬火はオリンピックの聖火にあたるもので、市内に21の大学が集まる八王子市が学生と一緒にスポーツ祭を盛り上げようと多摩美術大学に炬火台の制作を依頼したということです。炬火台はガラス、金属、そして銅からできているんですが、ガラスで凛とした雰囲気を、金属で重厚感を、そして銅で華やかさを演出しているということなんです。1ヶ月前、工芸専攻で違う分野を専門とする学生3人がデザインを持ち寄り、つなぐをテーマにした作品に決定。授業の傍ら制作に励み、それぞれの素材を調和させることで人や心のつながりを表現したということです。みんなで力を合わせることによってその一つのものができたので、いいものができたとは思ってます。つなぐっていうキーワードなので、やっぱ人と人とのつながりであったり地域であったり、そういったもののつながりを感じていただけたらと思ってます。炬火台は19日に行われる市の採火式でお披露目され、ここで灯された火が都の開会式に集められることになっています。